コミュニケーション下手だった人間だったんで、バスケやる、こう続けることでそういった面でも鍛えられましたし、それこそ人生みたいなものが豊かに鮮やかになってくれる、その助けになってくれるんじゃないかなって、バスケットが。福田大輔です。バスケットボールプレーしてます。あ、どうもこんにちは。こんにちは。どうぞ。バスケ始めたきっかけは、僕スラムダンクで見て始めました。ちょうどその井上先生からたまたまお仕事する機会がいただけまして、サインいただくような花道まで帰ってもらっちゃって、まあ、こんなところにまで来るとは当時思いもしなかったですね。始めた当時も運動神経いい方ではなくって、なかなか活躍できず、キャリアが続いていく中でどうしたら自分が上手くなれるのかだったりとかを、まあ、考えながら学生時代過ごしつつ、社会人になっても、まあ、考えることだけ、やっぱり誰にも負けないような練習日々やってましたね。今MVP 初めて取ったんですよ。福田大輔2ポイント。まあ最近そうですね、もうここ1年近くリモートで自宅で仕事になってます。で、仕事もちろん一生懸命やりますし、それ何のためかっていうと、僕バスケ、ね、好きなんで、バスケをやる時間を作るために仕事をメリハリつけて効率よくこなすみたいなところは意識してますね。まあ、仕事でね、培った考え方だったり人間関係だったりっていうのはやっぱりスポーツにも生きるかなとは思っていて、相乗効果は多分あるんじゃないかなと思ってるんですけど。はい、ちょっと朝練しに駒沢公園行きます。まあ、なるべく日常の中にバスケのウェイトを大きく置きたいなっていうふうには思っていて、もっともっとみんながこうバスケを日常に取り入れることで、まあ、単純に、ね、健康につながったりもしますからね。まあ、その男女関係なく、まあ、年齢関係なく、いつまでもかっこよく生きていくのにもバスケットっていいんじゃないかななんて思うんですけどね。これからちょっと仕事一段落したんでカフェに行きます。いつも行ってるコーヒー美味しいお店なんで。このスポーティーコーヒーはまあ、ほぼ毎日来てるところで、バスケ身近に感じられるし、まあ、コーヒー美味しいし、集まる人もとてもいいんで、まあ、充電だったり息抜きだったりみたいな形で日々使わせてもらってます。で、あと奥さんも働いてるまあ、そのバスケの面白さを知らない人に知ってもらったりできるきっかけも作れるし、なんかそういういろんなバスケ以外の発見もいろいろある素敵な場所だなって思います。人のつながりは何ですかね、ちょっと大げさですけど人生における全てじゃないかなと思ってるので、バスケットを続けてきてこういう人間関係築けて、まあ、今本当に感謝してますし、いい人間関係を続けていきながら増やしていきながらなんていうことができれば、
なんかよりよく生きれるんじゃないかななんていう気はしてるんですけど。なんか僕の周りいい人多くないですか？なんかねすごい助けられてるんですよ。だんだんそういう風になってきましたね。バスケを続けていけばいくほどなんかそういうのはすごい面白いなと思いますけどね。今35歳でこの35歳を機に自身 の, あのバスケットボールクリニックなんかも始めたんですけど、なんかこう生かされてきたバスケになんかこう還元できることがあればいいなっていう思いから始めてみまして、でまあバスケットのトレンドは今そのリングの近い距離から放つシュートではないんですけど、ただ得点効率だったりとか高い選手がまあどの場面で重宝されるかみたいなところを誰でもね引き出しとして持っててもいいだろうし、それ入り口にこうなんでそういうプレーになったのかって、僕が何考えてそうなったのかっていうところが伝わればみんなも考えながら自分にできることを増やしていける。そうするとあのバスケも豊かになるし、みんながあの考えながらいろんなことを自由に表現できるようになったら一番いいんじゃないかなと思って、それバスケ以外でも。今回ナイキさんと JBA で作っているってことで、あのこのウェア、はい、着てみました。まあ、単純に動きやすいだったりとか、まあ、デザイン性が高いっていうことはとても嬉しいかなと思います。素材もあのサステナブルになってるそうなんで、環境にも配慮されてるってことで、こういった素材選びからプレーしてる人間も多いので、まあ、バスケの人口もね増えてきてたりもするので、そういった目線でウェアを選んでいくなんていうことがもっと増えてきてくれたらいいんじゃないかなって思いますね。バスケ続けてきて20年以上になるんですけど、コミュニケーション下手だった人間だったんで、バスケやるこう続けることでどんどんそういった面でも鍛えられましたし、いいコミュニティ作りにもバスケットはそういう面でも役立つスポーツだなとも思うので、人生どんどん豊かになってるなっていう気にさえなってます。でバスケまだやってない人、関わりが浅い人たちもどんどん日常にそういったバスケやるやらない別にして取り入れていただければ、もっと日々それこそ人生みたいなものが豊かに鮮やかになっていってくれる、その助けになってくれるんじゃないかなってバスケットが思いますので、もっともっと日常に皆さんバスケを取り入れていただければ、はい、いいのかなと思います。バスケットボールいくつまで、そうですね、まあ、できなくなるまでっていう言い方でいいかなと思います。まあ、いろんな要素があると思うんですけど、まあ、基本的にはどんな形でも関わっていけるスポーツなのかなと思ってるので、できなくなるのが先なのか、まあ、見れなくなるのが先なのか、何が起こるか分かんないですけど、いつまでもやっていたいっていう気持ちを持っているっていうことですかね。はい。